ぬーちゃんとさきさんの J1 ランキング。イエーイ。J1 大好き女子のぬーちゃんが今の軍曹をはじめいろんな人と調べてきたランキングをお届けするルエマンランキング。今回はフレーバーテキストの長いカードトップ10です。おまあ、デュエマって言ったらね、カードが面白いのはもちろんなんですけど、うん、かっこいいカード名やったりとか、うん、背景ストーリーがね、面白かったりとか、うん、もういっぱい魅力がある中で、うん、こうフレーバーテキストっていうのもこう魅力の一つですよね。そうですね。まあ、ちなみにフレーバーテキストっていうのは、うん、カードのルールテキストの下に書いてあるストーリーやそのカードの特徴をこう説明したテキストのことですね。はい、ストーリーやキャラクターだけに収まらず、うん、もう個性豊かなフレーバーテキストがね、あるのがデュエルマスターズでございます、うん、はい。ということで今回はそんなフレーバーテキストの長さに注目したランキングをお届けしていきます。おお、フレーバーテキスト長い方たくさんありますもんね。そうですね、はい。ちなみに今回そのフレーバーテキストのランキングをね、作るときに、うん、あらゆる記号とか、はい、スペースとかも全部一文字としてカウントされております。なるほどです。あとこう同名のね、カードがランキングに入った場合は、はい、より文字数の長いバージョンがランキングに反映されております。うん、おフレーバーテキストを長いって思って、うん、あんま読まないので、そうね、どういうランキングになってるのかちょっと楽しみですね、うん、めちゃくちゃ、ね、はい、はい、というわけで早速行ってみましょう。はい、まずは10位から6位まで一気にいきます。はい。第10位エピソード3第3弾ウルトラビクトリーマスター氷河妖精アリス。おー、229文字です。229文字、はい、おー、10位からすごいですね。すごいですね。こちらはエピソード3のオラクルたちにエピソード2のゼニスの戦いが正確には伝わっていないっていうことを表現しているフレーバーテキストですね。はい、そうですね。ということで続きまして第9位往来編第2弾ミラクルフォービデンお宝発見パーロックジュニア。こちらは246文字です。おー、なるほど、はい、割と最近のね、そうですね、ですね。まあ、長いフレーバーテキストって言えば、うん、パーロックっていうイメージありますけど、はい、まあ、これはパーロックの子供であり、うん、その往来編第2弾のボルメテウスがね、当たるというそのカードでもありましたね、うん、そうですね。そんなカードが第9位でした。お、続きまして第8位ドラゴンサーガ第3章双剣大銀河純白類バニラエグジット。こちらは247文字でございます。はい、こちらはデッドマンにジュダイナを奪われたサソリスがモルトに助けを求めに行くっていう話のところですね。うんうんうん、ここからドラゴンサーガの五文明連合が始まるんですね、うん、はい、はい、そうでございます。それでは続きまして第7位おブラックボックスパックパーロック陰謀に立ち向かえ。おこちらが248文字でございます。おまだ200台ですね、はい、刻んでいってますね。はいはいはい。続いてまたまたこのパーロック関連のカードですね、うん、はい、こちらはパーロックジュニアの両親であるパーロックとレディーパーロックの出会いが描かれたフレーバーになっております。はい、続きまして第6位謎のブラックボックス新旧位善と陽。こちらは264文字でございます。おこれまるでプロレス雑誌みたいなこうフレーバーテキストですよね、うんうん、そうですね。ちなみにこれはアニメ18話での小銭マスクとカバマラの試合がプロレスデュエマだった内容を踏まえてのフレーバーテキストになっているそうです、うんうん、はい、ということで第10位から第6位でした。はい、まあ、ここまでもがっつりこうストーリーの中核やったりとか大事なね伏線やったりとか、あとアニメの内容だったり結構バラエティ豊富な感じでしたね、うん、そうですね、はい、やっぱり長いフレーバーテキストって言ったらパーロックがやっぱりメインになってきますね。そうですね、はい、進化編第3弾で能力がないクリーチャーに、まあ、せっかくだから長くて面白いフレーバーを入れようということでフレーバーが作られたのが、はい、パーロックとお宝猫ニャンジェローだったんですけど、うんうんうん、そこから担当者の方が変わった後も、はい、前任者の意思を受け継いで、うんうん、パーロックのフレーバーでは面白いことをしようっていうね感じで続いているらしいです。なるほど。だから9位のお宝発見パーロックジュニアも、うん、この文字を縦に読むと、うんうん、ボルメテウスってこうなってたりとか、うん、すごい面白い仕掛けがねされてるんですね。そうなんですよね。他にもね、うん、こう初めて太字にしたりとか、うん、文字を中央寄せにしたりとか、うんこうね、テキストの一部分だけ文字が大きくなっていたりとか、ね、はいはい、そういう新しい
フレーバーの実験はパーロックでいろいろされているみたいですね。なるほど、うん、というわけで、はい、いよいよトップ5を発表していきたいと思います。お願いします。第5位、フルホイールアゲインストパック、仁義なきロワイヤル、海賊の祈祷師、レディーパーロック272文字。おー、早速パーロック関係のカードが来ましたね。はい、そうですね。こちらはさっきのパーロック陰謀に立ち向かえでも登場したこのレディーパーロック本人のカードですね。うん、そうですね、はい、パーロックよりもこの奥さんの方がフレーバーテキスト長いんですね。うん、そうなんですよ。これ実は、うん、こう一旦ここでパーロックに関するストーリーが終わるっていうことで、はいはいはい、せっかくだからもうこれまでで一番長いフレーバーテキストにしようということで、うんうん、この長さのフレーバーテキストになったみたいです。え、じゃあなんでパーロック自身が一番長いフレーバーテキストじゃないんですか？それはこのセットでパーロック自身がオラクリオンの新世紀パーロックになっていて、でテキストが長かったからもうフレーバーが入らなかったからっていうことで、でも代わりに普段だったらこの長さのテキストにフレーバー入らないのに、うん、無理やり缶丸っていう、ね、2文字だけのフレーバーテキストを入れて、はいはい、うん、全フレーバー史上最短のフレーバーのカードになったみたいですね。なるほど、じゃあ夫婦で最長と最短のフレーバーになってるんですね。そう、え、なんかそれちょっとおしゃれやな。ねえ、いい話ですね。しかもよく読むとこうさっき話してた、うん、パーロックのフレーバーでこう面白いことをやるっていう話を書いてあるし、うん、なんかちょっといい話ですね、うん、これですね。はい、はい、ということで続いて第4位、ブラックボックスパックよりお宝猫ニャンジュロー279文字。おお、なるほど。パーロックだけじゃなくて、うん、こうパーロックと同時期にこう長いフレーバーとしてこう登場したニャンジュローもランクインですね。うんうん、そうですね、はいはいはい、でもフルホイールアゲインストパックって、うん、その最初のブラックボックスパックより後に発売されてるじゃないですか、うんうん、なのにレディーパーロックよりニャンジュローの方がフレーバーテキスト長いの。そうなんですよ。さっきね、こうめっちゃいい話とかなってたところあれなんですけど、はい、そう今回のねランキングのカウントの仕方だと実はニャンジュロの方が長かったんですね。それはなんでそうなったんですか？まずはこのフレーバーの説明なんですけど、はい、このニャンジュロが収録されたブラックボックスパックってこれデュエマで今までやらなかった面白いことをいろいろやろうっていうことで作られたパックらしいんですよ。はいはい、その後のブラックボックスパックシリーズもそうですけど、うん、思いもやらない面白い仕掛けっていうのがたくさん散りばめられてますよね。そうなんですよね、うん、そうで、その中で、うん、フレーバーテキストで、うん、ゲームブックみたいなことをやったら楽しいやろうってなって、はいはいはい、フレーバーでそういうことやるなら当然パーロックということで、うんうんうん、スタートがニャンジュロ、ゴールはパーロックっていう形で作られたらしいんですよ。はいはいはい、そう、ちなみに7位のパーロック陰謀に立ち向かえがこのゲームブックのゴールらしいです。なるほど。そういえば続編の超ブラックボックスの方でもパーロックがフレーバーテキストでクロスワードパズルやったりとか、うん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 、パーロックのフレーバーって本当すごいですね。いろいろやってますよね、うん、そうですね。でそれとテキストの長さっていうのはどういう関係があるんですか？それはゲームブックを作るときに全体のフレーバーテキストは先に作ったんですけど、はい、肝心のゲームブックの選択肢の部分のフレーバーは別の流れで作られたらしいんですね、はいはい、そうだから厳密には選択肢の部分はフレーバーテキストに含まないということらしいんですけど、うん、今回のランキングは実際にフレーバーの部分に印刷されている文字を数えてるから、あー、なるほどね。内部的には最初最長のフレーバーテキストだったけど、うん、実際に印刷されると、まあ、ちょっとずれてしまったっていうことなんですね。そういうことですね。なるほど。はい、というわけで続きまして、はい、第3位、謎のブラックボックスパックボーンピアス、こちらは289文字でございます。おー、これもまたブラックボックスパックシリーズの一つですね、うん、そうですね。そしてゲームブッククロスワードときてここでスゴロク、スゴロク、すごいな、すごい、面白いですよね、はい。フレーバーテキストで遊ぼうシリーズのね、はい、第3弾としてスゴロクを企画されたんですけど、はい、ブラックボックスはもう種類があまりにも多いから、うんうんうん、遊び方のルールを複数のカードにね、
分割してしまうわけにはいかないということになって、はい、1枚のカードに全てをこう押し込んだ結果、はい、ものすごい長さのフレーバーテキストになったっていう、ね、なるほど。これフレーバーテキストでこの別の遊びのルールを説明しようってすごい ね、うん、ねフレーバーテキストってもう何ぞやっていう話ですよ ねでもこれだけ長かったらこの時点で最長だったんじゃないですか。いやでも実はこの時点で最長じゃなかったからいけるだろうっていう話だったみたいです。えこれより長いフレーバーテキストあるんですか。あるんですよ、はあ、というわけで、はい、第2位獣王編第4弾百王蛇王鬼レボリューションアクアウォッチャー、こちらは291文字でございます。おこれめちゃくちゃ長いね、うん、やしこうここまでとは打って変わって結構正統派、うん、そうね、なんかこうメインストーリーの中での話のフレーバーテキストですね、うん、そうですね。最近は、はい、ストーリーを解説するフレーバーテキストも長いのが増えてきてるんですけど、はいはい、これは特に演説が長い、うん、キングマニフェストのキャラクターを表現するために気合を入れて長いフレーバーにしたっていうことらしいです、うん、なるほど。いやこれパッと見何言ってるかわからないですよね、うん、こう知らない横文字も結構あるから、これ結局なんて言ってるんですか。まあ、これは、まあ、いろいろあったけど仲良くしようって言ってます。いや短いこんな長いのがそんな短く説明、なるほど。簡単に説明するとそんな感じ。なるほどですね。はい、というわけで、はい、栄えある第1位の発表です。はい、第1位は、はい、謎のブラックボックスパック、うん、自称自称、こちらは826文字でございます。圧倒的ずば抜けて、うん、いやそっか自称辞書があったか。そうえのとはいえこう2位に 2.5 倍以上の差をつけて、うん、もう圧勝ですね。そうなんですよ、ね、でちなみに、はい、同盟カードはランクインさせないっていうルールだったんですけど、うんうん、このルールを取っ払うと、うん、2位がミステリーパック版の自称辞書で、うん、それが427文字ですね。なるほど。これがボーンピアスよりもフレーバーの長いカードですね。あ、さっき言ったやつですね。そう、なるほど。最初は能力が多いミステリーパックだったから、うん、こう能力の辞書になってたけど、ね、謎のブラックボックスパックにこう入ってるカードの名前のこう裏話でこう辞書にすらなってないですよね。そうですね。1枚目と2枚目でこう倍ぐらい違うんですね。そうなんですよ。で最初はもうぴったり倍の長さにしていたらしいんですけど、はい、どうしても入らないからということで、うん、嘘つきニュースペーパーの名前の裏話の項目が削られたらしい。いやそう言われるともう嘘つきニュースペーパーの裏話めちゃめちゃ気になりますよね。そうですよね。はい、知りたい。はい、というわけで、はい、以上フレーバーテキストが長いカードトップ10でした。ランキングはこんな感じです。いやすごいね、個性豊かな、うん、ゲームのフレーバーテキストですけど、結構ね、いろんな裏話がありましたね。いや、そうですね、うん、やっぱパーロックの話めちゃくちゃ印象的だったじゃないですか、うんうんうん、し、こう長くしようって思って長いものもあれば、うん、うっかり長くなっちゃったフレーバーテキストもありましたね。うん、し、こう今度はこう長さだけじゃなくてこのフレーバーテキストの裏話をもっと聞いてみたいですね。うんうん、確かに、はい、それもね、見てみたいですね、うん、はい、皆さんもぜひね、見たいランキングなどあったらコメント欄で教えてください。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そしてコミュニティ投稿もね、アンケートなどいろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。というわけでむーちゃんとさきさんでした。デュエルマスターズランキング、バイバーイ。